ンポン。もしも宝くじで300円当たったらどうします？やったぜ。多分換金を忘れる。じゃあ先生は宝くじで1億当たったらどうする？貯金する。思った以上に堅実やな。あかりちゃんはもしも空を飛べたらどうします？うん、友達に自慢して浮遊系 YouTuber としてデビューや。ゆかりちゃんは？うん、そうですね。待て、え、浮いてる、すぐに浮いてる。何お前受けんの？まあ、たしなむ程度に。茶道ちょっとやってますみたいな言い回しやめろ。じゃあもしも男の子になってしまったら？せやな。まずは筋トレしてムキムキ細マッチョに変身や。すいなちゃんは？お母さんに相談します。めっちゃ不安やん。先生は？そうですね。待て、え、男？いや女か？わっかんね。何言ってるんですか？私はいつだってピチピチギャルですよ。どこがやねん。ここら辺が。それ胸筋が隆起して服がピチピチになってんだよ。じゃあ明日覚めた時異世界にいたらどうします？そりゃ勇者として魔王を倒す旅に出るやろ。ついなちゃんは？スマホでお母さんに連絡します。めっちゃ不安やん。先生は？そうですね。待てや。え、じゃねえよ。それ守ることなき異世界側の魔物やん。一緒に魔王をやっちゃいます。お前は勇者にやられる側だがな。